浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。アウトコース決まってストライク。低めはこれは入っていました。あっという間に2ストライクです。さあ3球目は何か。見逃し三振、ワンアウトです。打席には3番バッター大島、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上今永、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう。ファウルになります。さあ4球目は何か。引っ張った、高いバウンド取った、二塁は無理、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそして打席にはビシエドが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、先制を防げるかという場面。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいです。まあここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。さあ6球目は何か。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできる。さあそしてバッターボックスには堂上が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますんで。ベンチのサインはどうだったんでしょうか。バントの構えを見せました。警戒しているのか、ボールが2つ先行しています。送ってきた、あっとフライになった。しかしこれはファウル。次が4球目、送りバントだ、ファウルボールです。いいボールでしたね。どんどん嫌がらせをしていきましょう。そうですね、バントしました。あっと上げてしまった、あっとバント失敗に終わりました。次が2球目、変化球にバットが空を切ります。タイミング合ってないですね。ああそうですね。これはよく見ました。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここは敬遠という選択肢もありますね。なるほど。さあどう来るか。
次が3球目。インサイド打った、セカンドの右、取った、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。打席には3番バッター大島。高め、空振りです。スライダー外れます。高めの球、ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。さあこの終盤、一塁には同点のランナーです。バッターボックスには医療、ここは1点の攻防なんで送ってきそうですけどね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。アウトコース、ファウル。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。ランナーは変わらず一塁です。10個目の三振でツーアウトを奪いました。打順はトップに帰って強打。ファウルです。うちのボール打っていった、高く上がった、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで抑えて3アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょう。次が5球目。低いところへ決めてきました。3ボール2ストライクです。ここは腕を振ってしっかり狙って勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。引っ張った、レフトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。今日は見事な完封で白星を挙げました。 DeNA ベイスターズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で投げ切ってくれたっていうだけでもう本当に喜ばしいことなのに、点取られてないわけですからね。まあ素晴らしい内容でしたね。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気を